はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。トラクラブの時間でございます。はい、2022年最後のトラクラブですね。12月31日大晦日のトラクラブでございます。はい、今日はですね、ちょっと楽器屋さんでの立ち振る舞いに関してですね、楽器に対して常に、敬意を持ってね、そして楽器屋さんの店員、楽器屋の店員さんに対して敬意を持って接するべきだと私は考えています。はい、例えばピアノね、楽器屋さんの、店頭にピアノが並んでますよね。書いてあるんです。試奏の際はスタッフまでお声掛けくださいと書いてあるにもかかわらず、子供がピアノをジャンジャンジャンでやる。はい、これ子供だからしょうがないですね。ある意味、私はそれはそうは思いませんけど、一般的には子供だから仕方がないで許されるわけですね。そこに親御さんがついてらっしゃるわけです。で、その親御さんがは当然その文字列は読めるわけですね。じゃあ子供を辞めさせるべきだと私は思うんです。私間違ってますかね。それをボケっと見ている親、なんかね、帽子かぶって音楽やってます的な感じなんですけど、ちょっと許せないですよね。そしてピアノを叩く、基本的に、楽器というのは触ると汚れるので、店頭に並んでいる楽器は全て商品です。はい、そういったものを触ったのであれば、その後店員さんは売り物ですから、きれいにまた拭くわけです。ここで昨今ですね、よく見る、ギタリストがですね、思想という名のもとに自分の練習をしちゃってるんですね。例えば5分思想しちゃう、ジャカジャカ弾いちゃう、当然こうピックガーデンに傷がつくわけですよ。このピックガーデンね、でこっち側にボディ側に傷つけちゃう人もいるわけです。でそれ店員さんにね、思想したいんですけどって言って、その店員さんが近くにいて、だったら、あ、ちょっとお客さんって、ちょっとすみません、夜なので多分失礼します、いうことは可能なんですが、全くね、店員さんに声をかけることなく勝手に弾いちゃうお客さんとかいるんですよ。いや、そのあまりに非常識なのか、それとも楽器に対して全く敬意を払ってないのかね、もはや万引きに近いんだと私は思うんですね。で、私の友人の中には全く試奏をせずに、試し弾きをせずにね、購入する友人もいます。はい、そもそも楽器屋さんの吊るしの状態で弾くつもりがないんで、どんな音がしようが関係ないです。見ればどんな材料を使ってるか分かりますし、ネックのシェイプ見ればこのギターがどうなるか分かるんで、スーパーで魚買うのと似てるんですよね。調理するのは自分自身であって、あくまで素材を見てるわけですよ。なので店頭に飾ってあるギターはまず素材だと思っていただきたいですね。特にエレキギターの場合、まずチューニングなんて合わないですから、まだ出来たてのホヤホヤなんでね、合わないです。そしていい音なんてしないです。はい、これもそういうもんですね。それに対してね、アーダコーダ文句をつけても、その時点で無理なんですよ。
そのプレイヤーがどういうプレイをするのかね、同じように抑えているようでもちょっとシャープ気味に抑えるプレイヤーもいれば、そうでなく全く上から抑えるプレイヤーもいる。その抑える力によっても強く抑えれば当然シャープしますし、それに対して、全部をね、たかだかこういったクリップチューナーで合わせたぐらいで合うわけがないんです。で基本あのオクターブチューニングを合わせるときにクリップチューナーは使いません。クリップチューナーでは合いません。まあ、簡易的に合わせることはあっても、実際にはこういったマイク式のもの、もしくはね、こういう、ラインで入れられるもので、何セント単位で合わせます。はい、でその店頭でですね、その合わない合わないと言ってもそんなすぐ合わないんですよ、オクターブチューニングって。ですし、綺麗な音がするかってしないんですよ。これはもう、何年も何年も弾いていって、そのギターをね、どんなに上手いプレイヤーだってそうです、何年も何年も弾いていって、そのギターが、自分と仲良くなって、そして自分の手の油がね、指板について、指板がだんだん自分のものになっていって、初めて、チューニングがあったり、いい音がするようになったりするものです。なので、まず過剰な期待をしないことですね。あくまで、素材を売っているんだと、そういった認識でいられしゃるとよろしいかと思います。思想というのはね、生魚、スーパーのね、生魚のパック破って食べちゃうぐらいのことをしちゃってるんですよ。そういう方いらっしゃるわけです。スーパーのね、地下なんかでよくお試し用にこう切って小さくなって用事刺さってるじゃないですか。ああいうものをパクっていうのが、その試し引きなわけであって、そこでどうしても歪ませたい方は歪ませていただいて結構なんですけど、私の場合ですと、そのギターがもともとポーンとどういう波形を描くかね、要するにサインウェーブ、どういう波形を描くかは体で感じるというか、極端なことを言うと音の波形が目で見えるので、そこに変な揺らぎがあるギターだと、あ、これはちょっともう育てようがないなと思うわけです。ので、やめます。で、基本的にあまり実のとこ、本当のことを言うと、楽器屋さんで楽器を買いません。はい、なぜかというとですね、楽器の方からやってくるからなんですね。ギタープレイヤーというのはそういうものです。もしくは自分がこういうものが欲しいと思ったらオーダーすればいいんです。例えば ESP さんとかね、ギブソンでもフェンダーでも万人向けに作ってるんで無理なんですよ。そう、自分のプレイスタイルに合わせようと思っても自分がギブソンに合わせるしかないんです。で、自分がこういうベースを弾きたい、こういうギターを弾きたい、強い願いがあるんだったら、それはもう ESP にオーダーするのが一番ですね。ESP と相談して、100万ぐらい出せば気に入ったものができるんじゃないでしょうか。100万は高いと考えるか安いと考えるかの問題なんですけど、これオベーションアダマスは当時の値段ですと、おそらく120万円だと思います。で、今の価格だと多分これ540万ぐらいだと思うんですけど、じゃあこれ店で買えるかっていうと、お店にはないわけですよ。確かに似たようなものはありますよ、似たようなものはありますけど、じゃあここまでチューニングがあって、ピッチがあってね、いい音がするオベーションがあるかって、それはないです。オベーションなんてそんな簡単にいい音がするギターではないので、ギブソンも同じです。フ
フェンダーもそうです、まあ、フェンダーの場合だと割と当たり外れがないですし、特にフェンダージャパンなんかだとすごくクオリティが高いですね。あと不次元なんかもすごく、優等生です。あとフェンダーメキシコもいいですね。で、あのヒストリックコレクションとかね、そういうものになるともうそのもはやその工芸品に近いので、うん、私は好みません。あのいわゆる、わざとね、古い状態を再現する、レリックというね、あの一旦凍らせてそれを解凍して、わざと、ひびを入らせるようなそういった加工があるんですが、ギブソンでもマーティンラムというね、いますけど、私は好みません。そういったことを、あの物をわざと古く見せるようっていうのは、あまり好みません。それでいい音がするとも思いませんし、そういったものを弾いていい音がしたこともありません、はい、でギターというのはやはり10年単位で付き合うものであって、こちらに飾ったね、オルフェスバレーギターズは、ブルガリアのギターなんですが、今年で4年目かな、やっとちょっといい音になり始めたかなぐらいの感じなんですよ。でクラシックギターのいい音の基準というと、私の中ではドイツのディエタホップなんですね。で、じゃあディエタホップ、そして日本だと、河野勝さんのギターですね、そして、新井先生のギターですね。これは全て弾かせていただいたんですが、それぞれ特徴があります。河野勝先生は1963年間に世界、ギターコンテストでグランプリを獲得しています。日本のギターというのは世界一のになってるんですよ。で、新井先生はですね、先日私の師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーナーの、新国立劇場で行われたね、ショーの際に初めてお会いしてですね、大変失礼なことを申し訳ございません。新井先生に向かってですね、新井先生のギターは弾くのが難しいですと正直な感想を言ったんですがムッとされましたでも笑ってくれました、難しいんですよ本当に。簡単じゃない。音はいいんです、すごく音はいいんですけど、いわゆる3度ね、3度のところのピッチの取り方が普通のギターとちょっと違うんです。微妙にどう弾いても切なく聞こえるようなギターなんですよ。ので、私にとってすごくどうチューニングしても、私の音にならない、そういうことを伝えたんですけど、さすがですね、どういうその楽曲を弾くために自分がギターを作ってるかっていうのを、すごく分かりやすく説明していただいて勉強になりました。ありがとうございます。そして河野勝先生はですね、もう今はねお亡くなりになられてて、直接私お会いしたことないんですが、1962年作かなの、ギターを、しばらく1年ぐらいかな、師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーナーに、貸していただいて、ギターの優等生というのはこういうものなんだというのを学びました、はい、すごくほぼパーフェクトピッチなんですよね。どれを弾いても全部が合っているというね。例えば同じ C という、コードを弾いたとしても、この C とこの C と全部違うわけですよ。これがバラバラになってしまうと、とっさにね、上がっていくときにどの C を使うかっていうことができなくなっちゃうんですね。例えばこれもこれもこれも G ですし、これも G です。
これでもハーモニクスも G ですし、どれを使うか。というね、とっさに どれでも和音が例えばドミソなら C なわけで、どのドミソを使っても C になるように調整されていると、それは私にとっていいギターなんですね。でも特定のフレットしか使わない、特定の、ポジションでしか使わないプレイヤーにとってはそれは必要がないんです。なので私が言ってることはそもそもわがままなんですが、そういったことを求めるプレイヤーは、ESP のね、ギターでオーダーメイドして、本当に話し合ってね、こういうことがしたいんだ、例えばすごく早弾きがしたいんだとかね、とにかく和音がきれいに鳴らしたいんだとか、そういったことを相談してギターなりベースなりを購入というかね、作っていただくのがよろしいかと思います。私も今このギブソンを、育てている状態ですが、なかなかにここでやっぱり音がピッチが狂いますね。これどうするかっていうと、すぐにはどうにもなんないんですよどこかで辻褄合わせなきゃいけない。これはもう今の段階ではこれどうすることもできないんですよね。フレットをそこを何回も弾いていくことで、ちょっとずつフレットが減っていったり、整っていったりして合うもので、単純にオクターブチューニング合わせたからといってそれで合うかっていうと合わないんですね。なのでこのギターさんとはもうどんどん弾いて、ある意味妥協点も見つけなきゃいけない。無理なものは無理、そういうふうに考えて割り切って音を選んでいかなきゃいけないわけですね。今回お話したのはね、ギター楽器との付き合い方ですね。特に本当に吊るしのね、楽器屋さんに店頭に並んでいるギターに関してはあくまで商品なんで、丁寧に扱って持った時にね、そのギタリストの技量というのはもうほぼ分かります。弾かなくても立ち振る舞いで、なので本当に必ず店員さんに許可を取って、そして店員さんから渡されたらね、例えば私はこういうセーターを着てるんですが、例えば前にボタンがあるものを着ていたらボタンでギターを傷にするわけです。なので例えばこういう布のね、最近だったらマフラーなんかして、それを1枚ここへ挟んでからギターをこう持つとかね、男性だったらここにボタンがあるんでそこにこう乗せると、それぐらいの注意をしてギターを試奏させていただかないと、その後ギターが傷になったら半ば売り物にならなくなるわけ、大切な娘さんにね傷をつけたとなる。その辺を注意深く、ギターさんと、を選ばれる際にはね、店員さんとよく相談して、楽器を購入されるとよろしいかと思います。ギタリストはね、紳士たるであるべきだって、そして楽器を弾く女性は淑女であるべきだって、どんな野蛮なかっていうのをやるのであっても、別にそういう人なわけではないですからそういう音楽をやってるだけだって、オジオズボンが鳩を食べるからといって野蛮な人なわけではない、間違えてコウモリ食べさせられちゃっただけだってね、別に普段からそういう頭のおかしい人なわけではない、そういうものです。というわけで本日の大人クラブ、これにて終了させていただきます。本当にね、今年1年、黒澤明さん、そして島村明さん、お世話になりました。誠にありがとうございます。そしてね、私の師匠であるレイ・アルフォンソ翔太、エレキギターの師匠である加納治、そしてボーカルのトレーナーである沢井真理子さん、誠にありがとうございます。そして私を応援してくださったね、全ての方に感謝いたします。本当にありがとうございました。それではスタジオリバーサイドから竹下剛です。
しました。